青春秘密実隊長青葉です。今回紹介する商品はポリスの笛ラムネのおまけの女の子の箱を中心に紹介してみたいと思います。こちらにわーっと広げてありますが、こちらが女の子のおもちゃ全般になります。様々なものが入っていますので、種類別に分けて紹介してみたいと思います。まずはこちらのおまけになります。女の子の箱の中でもかなり古いものを中心に集めてみました。こちらになります。こちらはニコブリックですね。顔にプリントもされていて、かなり手の込んだ作りになっているので、非常に希少価値が高いかと思います。あとこちら鍵ですね。鍵シリーズとニャンマギオリンピック、この辺もかなり古いものですね。でこちらお猿さんと猫ちゃんなんですが、こちらの辺はね、多分女の子の中では最重量級のおまけになるんじゃないかと思います。こちらどれも大変貴重なものになっています。はい、こちらは髪の毛系になります。髪の毛系もかなりの種類が出ているので紹介してみたいと思います。髪の毛はこんな感じの種類になってますね。こちらのクリアのタイプは結構古いもので、やっぱり部品が分かれているので、かなり手の込んだものになっていますが、こちらはかなり旧タイプになります。でこちらはね、現在も出るかと思いますが、平べったい系のものから、こういう動物クリップのようなね、可愛らしいデザインのものもあります。はい、こちらは串関係になりますね。串はそんなにたくさんの種類は出ていないですし、かなりの確率で出現率も高いので、あまり出ても嬉しいとは言えないですね。こちらのね、鏡とね、串が一緒になっているタイプ、こちらも結構旧タイプのものになるので、現在は出現しません。でこの2つですよね。この2つは昔から今もかなりの確率で女の子の箱の中では出現しやすいタイプで、まあ、裏がね、テニスラケットになっているものとオーソドックスなものとありますが、であとこちらですね、動物の形をモチーフにした串なんかも現在も出るかと思います。はい、こちら動物のクリップや鉛筆のキャップを中心に紹介してみます。はい、こんな感じですね。動物のキャップはゴマちゃんのようなキャラクターがあったり、ラッコさんやいろんなパターンがあります。また動物クリップもかなり愛くるしい表情でクリップになるので可愛らしいかと思います。あとこちらのね、動物がね、ゆらゆらするものや星やリボンなどのクリップなんかもラインナップにあります。はい、こちらは指輪の紹介になります。女の子といえばね、やっぱり指輪が一番嬉しいんじゃないかなと思うんですが、指輪もかなりの種類が出ているので紹介してみたいと思います。はい、指輪の径もかなり小さくなってますね。やはりこの辺は対象年齢を想定とした指輪の大きさになっているのかなと思います。はい、でこちらですね、お馬さんがついている2色のものは、こちらも若干旧タイプのものになります。で現在はね、こういうラメのタイプや単色のものなんかは現在も出現するかと思います。こちらは食器やおままごと用のプレート類の紹介になります。はい、こちらのようにケーキやエビフライが乗ったプレートのようなものや、おままごと用の様々な食器などもラインナップされています。はい、こちらは遊び方がわからないなど様々な物議を醸し出したクッキーマンになります。遊び方がわからないということで廃盤になってしまいましたが、後々ブラッククッキーマンとなり、宝石を盗む悪役として再度登場することになります。そちらのおまけは次回の動画で紹介したいと思います。はい、ということで今回はコルツの笛ラムネの女の子の箱を中心に紹介してみました。またこの他にも男の子や他のおまけの動画などもアップしているので、一緒にチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。